道は時短営業などの要請に応じない札幌市内の39の飲食店に対し、要請に応じるよう命令を出し、先ほど店名を公表しました。道は午前10時に時短要請に応じない札幌市内39の飲食店を公表しました。緊急事態宣言下の5月16日から先月20日にかけ、数回にわたり指導したものの応じなかったということです。改善命令の通知をお渡しさせていただきますので。昨日夜、道の職員らが時短営業に応じていない店を訪れ、改善命令が書かれた文書を手渡しました。例えばその罰金が払ったとしても、従業員の雇用とか、業者さんたちの、救済だとか、そういうものを全部含めてやっていかないと。道は今週末にもう一度営業状況を確認し、命令に応じない店については裁判所に通知し、20万円以下の過料の手続きに入る方針です。